初めての野禅なので、はい、今日はすごく楽しみにして来ました、はい、ああそうですか、はい、昼間の座禅と、うんうんうん、特に変わらないんですか？特には変わらないです。でも聞こえてくる音だとか感じられる風だとかそういうところから感じることは違いますよね。ありますね、楽しみです。本当に初めてなので、うん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 、ヤーザーは、今日は本当に純粋に楽しみたいなと、はい、あそうですか、はい、あ思います、はいはい、初めての矢沢、はい、不思議な感覚でした。不思議な感覚、うん、おっしゃってたように聞こえる音がやっぱり違って、はい、昼間よりも静かな中で聞こえるので、はい、またちょっと雰囲気が違って、うん、新鮮な感じでした。あ、そうでしたか、はい、気づいてみたらあの満月がっていう、うんうん、座禅をしてると本当にそのことに集中してるから、うん、些細なことが特別なことのように感じる、うんうん、でそこに気づけていくっていうのはきっと自分の人生って言ったら言い過ぎかもしれないけれども、うんうん、有意義になっていくというか大切にしていくっていうことにつながるんでしょうかね、うんうん。